ホルン三重奏曲編補調調作品40は、ヨハネス・ブラームスが作曲した室内楽曲で、ホルン、ピアノ、バイオリンのための三重奏曲である。ブラームスは、ホルンに変えて、ビオラを用いることを認めている。ブラームスは、多くの室内楽曲を作曲しているが、ホルンを使用した室内楽曲はこの作品のみである。1865年の5月にバーデン・バーデンで、 作曲が始められた。バルブを持たないナチュラルホルンのストップ奏法で演奏することを意図して作曲されている。作曲者の友人であったホルン奏者、アウグスト・コルデスを想定して書かれたのではないかとの推測がある。初演は同年の11月28日にチューリヒでブラームスのピアノと二人の友人によって行われた。アダージョメストの第三音楽賞は 同年の2月2日に母が76歳で世を去ったため、母を追悼する気持ちを込めて書き上げている。また、第三楽章の主題には、ドイツの古いコラール、愛する神の導きに任すものが用いられ、より重厚な大法で書かれているが、これは母の死に直接関係していることが伺われる。同じ編成の曲として、ハンガリーの作曲家、 ベルジリゲティが1982年に作曲したホルン三重奏曲がある。この曲にはブラームスを称えてという副題が付けられている。全4楽章から構成され、バロック時代の教会ソナタを思わせる楽章配置で、ソナタ形式は修学章のみ用いられていることも特徴。演奏時間は約30分。変歩聴長、4分の2拍子。変歩聴長、 4分の3拍子。変保単調8分の6拍子。変保町長調8分の6拍子。ありがとうございます。